こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの「生き方」「人間として一番大切なこと」という冊になりますこちらは京セラや KDDIAU の KDDI ですねの創業者である名経営者の稲森和夫氏のこの「生き方」についてまとめた一冊ということでベストセラーになっていますで10年以上前の本なんですが今読んでもというか今こそ非常に読む価値のある本に感じましたで具体的なことというよりかはやはりそのどう生きるべきかという考え方 が、非常に多く書かれていまして、こうやはりこの何十年も経営の、えー、世界に身を投じて修羅場もくぐり抜けてきたようなえー。そういう方のこの英知というか、知恵の詰まった一冊というものも、やはりこの読み返す必要はたまにあるんだなというのをしみじみと感じたえー、中襟は正されるようなそんな一冊だったと思います。非常に素晴らしい内容だと思いますので、えー、ぜひお読みになってみてください。